ヨハネス一世は、ローマ教皇。カトリック教会及び、聖教会で聖人とされる。西ローマ帝国滅亡後、その地の支配者は、東豪都族のテオドリックとなる。彼はアリウス派に属していたが、東ローマ帝国のユスティヌス一世がアリウス派の弾圧を始めると、両派の和解のためジョサイヨハネスを、教皇位につけて、施設団と共に、東ローマ帝国に派遣した。 ヨハネス一世は初めて東ローマ帝国を訪れた教皇となり、東ローマ側から艦隊を受ける。だが、ユスティヌス一世は妥協を示さず、施設団は成果を何一つ手にすることなく帰国した。テオドリックは、その結果に激怒し、ヨハネス一世を捉えて牢へ投じた。ヨハネス一世は、即位時点でかなりの老齢であり、長旅と老衰から、 テオドリックの処分を受ける前に告示する。教皇の死についてはいくつかの伝聞が残され、時代が下った14世紀に作られたラベンナのサンタマリアインポルトフォーリー教会のフレスコ画では、テオドリックが教皇を死に追い込んだ様子が描かれ、さらに下った15世紀には直接の処刑の様子を描いた細密画が描かれている。ありがとうございます。